会場の皆さん、おはようございます。片山佳代子と申します。おはようございます。まずはですね、今年のこの絆という祭りを無事に開催してくれた実行委員のチーム、そしてその真のチームを支えた皆様に本当に心から感謝申し上げます。どうもありがとうございました。先ほど、支部長様がおっしゃってた通り、災害があり伸びてしまった祭りなんですけども、私たちも実は砂川滝川で砂祭りという祭りを作っていて、その祭りも大きな災害に遭い無事に開催できたんですけれども、会場が一度水没するということに見舞われました。それでもですね、地域の方や仲間に支えられながら当日開催を迎えることができました。この地図祭りが、そのような災害がどうしても延期という形でこのように開催できたのも、きっと新さんを中心としたチームのつながりであったり、地域のつながりがこの祭りを支えていたんだなということが感じます。今日ですね、私たちが一生懸命踊ることで、ますますこの絆祭りが人の絆を深めて、また来年も大きな祭りに発展していくよう一生懸命踊りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。